皆さんこんにちは、明秀会の戸塚哲也です。皆さんどうお過ごしですか。今日は家の中でもできる、まあ、トレーニングといいますか、少しこう遊びも入れながら2種類紹介したいと思います。はい、まずはボールを足とこのすねでこう挟む、まあ、キャッチをするっていうかね、こういう感じですね。すねと挟んでますが、だんだんとすねから、ボールを離していきます。つま先だけこうですね、つま先に乗せると。ここまで、トレーニングやってみてください。すねから離して、ボールを、つま先で、コントロールしましょう。次はですね、背中に、ボールを、まあ、乗せる、プロのサッカー選手なんかはよく、遊びでやってますが、簡単にできますんで真似をしてみてください。肩幅ぐらいに足を、開きます。お辞儀をします。背中はこう反る感じ、肘は、こう上に上げます。首も頭も上に上げます。この首の付け根ですね、ここにへこみができます。そしてへこみにこうボールを乗せると。これが、背中に乗せる体勢ですね。ボールリフティングをしながらここに乗せるのは難しいので、最初は自分でボールを投げて背中に乗せます。投げてこうですね、チャレンジしてみてください。また機会がありましたら、他のトレーニングというか遊びを、教えたいと思います。まだまだ、コロナの影響で外に、出てサッカーできませんが、家の中で少しトレーニングをしてみて、外でできるようになったら外で、みんなでやってみてください。それではコロナに打ち勝ちましょう。